スーパースタートライアル開催2日目のレース、11レースは地元黒川京介が勝利を手にしています。12レースはどうなるのか、青山周平人気集中の一戦です。1番鈴木博和、2番西原智明、3番青山周平、4番有吉達也、5番高橋貢ぐ、6番佐藤孝也、7番佐藤麻也、8番伊藤信夫、以上のメンバーによる12レーススーパースタートライアル2戦目です。満場一致の一番人気です、青山周平。今年のスーパースターは青山が主役になるのか。そして昨日は珍しくスタート失敗、ややスタート迷いがある鈴木博和、ここは一つ勝負をかけたい一戦。1枠が転がり込んできました。10秒前です。12レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまでは3秒前。スーパースタートライアル2戦目12レーススタートしました。インコースから鈴木博和、それでも青山の方が行っている。外から佐藤麻也が青山の前に上がるか。いやいや、青山が許しませんでした。苦戦を制した青山ホールショット。2番手には有吉がうまくインコース切り込んでまいりまして、3、4コーナー2番手で上がっています。佐藤麻也3番手、鈴木博和4番手、佐藤孝也が続いて競争は2周目に入っています。遅れを取りました西原智明、内を続いてくるのは高橋貢、最後方は伊藤信夫という体勢になっています。先頭は青山周平だ。青山がレースを牽引しています。2番手有吉達也、そして3番手が鈴木博和、その後ろ7番の佐藤麻也も果敢に外からスタートチャレンジをしてきましたが、現在は中段の位置4番手を回っています。さらには6番の佐藤孝也、ここを攻めに来ようとするのは高橋貢であります。先頭2番手の距離関係でありますが、10メートルぐらい、やや4番の有吉が差をつけているように感じます。残りは5周回、まだまだわからない。3番手は鈴木博和、4番手が佐藤麻也、さらには佐藤孝也、高橋貢、その後ろ西原智明、伊藤信夫という体勢になっております。先頭は青山周平、2番手は4番有吉達也、ちょっとずつ先頭2番手の距離が縮まっているように見えています。残りは4周回、ちょうど前後半の折り返し地点を迎えました。青山周平がレースをリードしています。1番人気に高まず、しっかりスタートから決めていきました。そして1周3コーナーうまくワンチャンスをものにした有吉が、今度は懸命に背番号3を追いかけながらレースの終盤戦です。近づいてまいりました有吉、残りは3周回、青山周平先頭だ。2番手有吉、そして3番手鈴木博和、佐藤麻也、佐藤孝也、高橋貢と続いております。その差は3写真ぐらい。おお、4番手は佐藤孝也がイン飛び込んで、両佐藤の競り合いになっています。残りは2周回、さあこの辺りで有吉が追いついた。先頭の青山に追いついた有吉がおります。さあスタンドを沸かせるのか。3番手は鈴木博和、4番手は佐藤孝也、高橋貢ぐ5番手の位置、4コーナーを立ち上がりまして、残り1周のブルーフラッグであります。先頭は青山周平、2番手有吉、このまま行くと明日は青山と鈴木慶一郎の対決ということになります。3番手鈴木博和が一歩リード、佐藤孝也、高橋貢が続いていまして、今最終コーナーを青山がクリアしました。青山先頭連勝ゴール。12レースのスーパースタートライアル、青山周平、これで今年94勝目、年間最多勝利数タイ記録、明日は新記録に挑戦です。3番青山が勝ちました。そして有吉もかなり動きは良さそうでした。3番手ゴールは1番の鈴木博和、差がついての3番手ゴールでした。それではイベントホール、青山周平選手の一着インタビューを行われます。ではご覧いただきたいと思います。どうぞ大きな拍手お願いいたします。青山選手トライアル戦12レース1着おめでとうございます。ありがとうございます。連勝となりました。今のお気持ちいかがでしょうか。はい、すごく嬉しいです。今日は試走が 3.25 でした。昨日から2つ上げています。手応えいかがでしたか。
そうですね、昨日よりも、感じよく乗れたんじゃないかなという感じでした。はい、そしてスタート、トップスタート切っていきましたね。感触いかがでしたか？もう一生懸命、切るしかないと思ってたんで、まさかトップスタートになるとは思ってなかったんですけど、まあ良かったです。はい、マヤ選手も7枠から飛んできていました。そうですね、外枠前のみんなも速いんで、誰かしら絶対飛んでくると思ったんで、まあ、なんとか、はい、先頭で回れてよかったです。そしてその後は8周回一人で走る形になったわけなんですが、走っていてどうでしたか？長いです。長いですか？長い8周回です。はい、有吉選手が近づいてきてはいたんですが、それは気がついていましたか？そうですね、なんとなく前半戦は、距離があったような感じはしたんですけど、後半だいぶなんか音の感じというか気配をすごく感じました。ただ上がりタイムが 3.324 と好タイムも出ています。もう自分としてはかなり上出来なんですけど、クロちゃんがまだまだ早いんで、なんとかしなきゃなという思いはあります。走っていてそのタイヤの感じだったりっていうのはどうですか？まあ、食いつく感じはするんですけど、もうペースがすごくやっぱり上げていかないと厳しいので、もう1周目から全力でっていう感じでいっぱいいっぱいです。初日の段階では合格点だとおっしゃっていたんですが、今日2日目乗ってエンジンはいいところにありますか？そうですね、昨日も今日も自分としてはすごくいいタイムが出てるんで、まあ、もう少し余裕を持ってレースができればいいなと思ってるんですけど、なかなか整備は難しいです。明日に向けて微調整などで大丈夫そうですか？まあ、練習で来れたので、もう少し大きい何かしたいなという気持ちもあるんですけど、壊したくない気持ちもありますし、ちょっと悩みどころです。それでは最後にファンの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、一着取れたんで、また明日も一着取れるように頑張ります。応援してください。明日も期待しています。見事12レース1着を取りました青山周平選手でした。1着3番2着4番3着1番以上でございました。